第24回カプセルプラネットでサスケダブル。さあ24回目を迎えるカプセルプラネットでサスケダブル、今大会のエリアの紹介です。さあまず第1エリアは新エリアの橋です。名前忘れた。さあ第2エリアは新急カーブレールです。第3エリアはレーグラ返し鉄橋板、第4エリアは2連車両ダウン、第5エリアはマガレイ、最後第6エリアは、失礼しました、第6エリアはステーションプッシュです。さあ全6エリアの今大会のエリアコース、果たして完全制覇車両は何秒となるのでしょうか。ついに24回目を迎えるカプセルプラレールでサスケダブルスタートです。さあ最初の車両、四季島始まった。四季島スタート。さあ新エリアの橋を越えていった。さあ急カーブレールどうだ。あー残念ながらここでリタイア、急カーブレール耐えられず、ここで無念のリタイアです。さあナンバー2番、東京メトロ1番系、スタート。さあ橋を越えられるか。さあどうだ。さあ急カーブレイクだ。おっとどうした、危ない。なんと念が外れながらも越えていった。あーラッセンだ、ここでまさかのリタイア、残念。さあ3番目、800系新幹線ツバメ。さあスタート。さあ800系橋を越えられるか。さあ、別件の特技エリアがやってきた。そのために登場したと言っても過言ではない。ニューカーブレイク難なく越えていった。さあ、完全制覇なのか。あー、転落ー、完全制覇を夢見た。でも実際は足りず。ここで残念ながらリタイア。希望の扉を開くことはできなかった。さあ、ナンバー4番。EF200。始まった EF200。 さあ橋を越えていった。さあどうだ、急カーブレイクどうだ、大丈夫か、大丈夫じゃないのか。なんとか耐えている、なんとか耐えている。ああ残念、ここでまさかの転落。ファーストステージ失礼、今大会もクリアならず。さあナンバー5番、 EF200 連結パーツ付き。さあどうだ、メイン大会の完全制覇者クリアへ、ファイト一発。さあスタート。さあ橋を越えていった。急カーブレイクどうだ、ここが鬼門だ、問題ない。あーダメだ、ここでまたしても引っかかった。 EF200 連結バーサスキー、まさかのリタイア。さあナンバー6番、 N700系、あーなかなか進まない、暑さでモーターがいたりいった。さあスタート。さあ暑くなってきたこの真夏、さあこのエリアは旧モーター車にとっては問題ないでしょう。さあどうだ、いった、おっとーダメだー、なんとここで N700系も7区に落ちてしまった。ここで落ちた、残念。さあラッキーセブン、7番目の登場は EF66。 さあ吉と出るかラッキーセブン、スタートした。さあラッキーセブンの思いを乗せてスタート。さあ一瞬危なっかしかった、だが問題はありません。この急カーブレール難なく越えていった。おっとこれはどうした、ここで止まってしまった。いけないことを分かっているのにここでリタイア。さあ8番目 D51。 さあ SF が行きます、始まりました。 SF に合いそうな橋を通過していく。さあ SF に急カーブはあまり似合わない、それでもクリアしていく。さあここを越える、越えられない、車両直しはやっぱり鬼門だ。ここでリタイアか D51。ナンバー9番 E235 系山手線
電子レンジ。さあ、なかなか進まない。おっとおっと、進まない。さあ、スタート。さあ、始まりました。スタートに15秒もかかりました。 E235 件山手線、その時間を取り戻す、取り戻せない。まさかのここでリタイア。こんなところで落ちるのは無念。ただそれだけだ。さあ、ナンバー10番 E5 系連結パス付き。おっとおっと、どうした？ E5 系でもどうした？新車のはずなのにさあ、行った。さあ、どうだ。橋を越えていく、美しい橋を越えていった。さあ、急カーブをどうだ。ここも調理。おっと、残念ながらこれは動いてんか。さすがに再起不能か。おっと、それも進む。気持ちだけはある。だがここで止まった。残念ながらここでリタイア。11番イーボケー。さあ、始まったイーボケー。安定感を見せつけることはできるのでありましょうか。イーボケー、おっと、どうした。やはりここでリタイアか。イーボケー、結果を出すことはできなかった。非常に難関です。あと1両となってしまいました。このまま本当に全滅もあり得るのかもしれません。それを考えることができるのかできないのか、この車両にかかっております。さあ、最後の日で12両目の挑戦者、ナンバー12番 N700A。 さあ、全ての思いを、気持ちを乗せて進んでいくことはできるのか。いった N700A。 さあ、全ての思いをかける、いけるのか、いけるのか。いった、あー、どう、ダメだ。ここで終わってしまった。まさかの全滅。こんな序盤で落ちるとは、波乱を切る畳山。ここで全滅してしまった。さあ、今大会完全制覇者は現れませんでした。ではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。 YouTube の他に Twitter、ブログもやっております。ぜひ見に行ってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。